こんにちは、キットマン北海道探索チャンネル。今回は札幌で何が起きたシリーズ、1964年バージョンです。このシリーズの別な年は再生リストになっているので、気になる方はそちらもご覧ください。急増する少年の犯罪、飛行ということで人口も増え、子供が増えると飛行少年が増えたということでございます。 道内で昭和38年、1963年の1年間に歩道検挙された飛行少年は10万3198人に達した。これは昭和38年、1962年に比べると1万1348人増えたということで、戦前戦後を通じて最高記録になってしまいました。 このグラフは少年と成人の犯罪の様子でございます。ぴょこんと一気に伸びているのが少年犯罪でございます。ものすごい伸び方をしていますよね。でも逆に言うと、子供たちがたくさんいるから伸びたっていう点では、活性化する要素がある。まだ伸びしろがあるという言い方もできますよね。 毎回恒例になりました、この広告。1964年の新発売の車だそうです。800cc、42馬力、マツダファミリアでございます。このファミリアの書体なんかもね、非常に素敵な書体でございます。昭和39年、1964年度の予算の様子でございます。 民生費19億300万円ということで仲良し子供間がさらに増えますということで巡回者がもう一台増えます。これによって解説場所を10カ所増やすことができるようになりました。 さらに保育所が2箇所新しくできます。普通の保育所に入所できるのは2歳以上なんですが、新しくできる保育所には入児室が併設されるので、2歳未満の入児も入所することができるようになります。とのことでございます。生活保護費16億円。昨年度の生活保護費は12億8000万円でしたが、今年度は16億円となっております。 衛生費13億7000万円。西保健所新築。西保健所が移転、新築されます。場所は丸山北町、西警察署の右隣でございます。総合費8200万円ということになっております。 里塚霊園の造成、昭和37年なので、1962年です。1962年から平岸霊園の造成工事が進められ、今年完成することになります。さらに里塚霊園を作りますと。で、里塚霊園は広島村との境にあるところが予想され、今年はとりあえず敷地2万6000平方メートルの測量調査が行われますということで、とりあえずっていう感じがね、軽いのす。 ででいいですね死尿処理場の建設。現在建設中の第4死尿処理場を、過去仮木に続き、今年度から第5処理場、過去死のの建設が始まります。この処理場が完成すると、第1から第5までの処理場を合わせて、1日972トンの死尿を処理することができるようになります。 さらに一番後ろには、第六、第七の資料処理場の建設が予定されていますと書いてあります。教育費17億1200万円、小中学校、新設3、増改築26校ということで、子どもたちもどんどん増えて新しい学校、増築、改築が増えますということでございます。 私立体育館建て替え、私立体育館が建て直されます。これは今年度から3年間の継続工事で、場所は北一条東5丁目付近の予定です。これが完成すると、鉄筋コンクリート5階建ての総合体育館になりますということで、この体育館は1966年に開館する札幌私立体育館なんですが、途中からね、1972年から中央体育館という名前になります。 ましたよね2019年に閉館した中央体育館のことでございます交通34億9400万円市電の鉄北線新琴荷駅まで延伸します鉄北線は去年麻布団地まで延長されましたがさらに今年は新琴荷駅前まで延長される予定ですこのほか電車関係では連結電車2編成4両ディーゼル列車が4両購入されます この広告面白かったですね。絶対早く壊す秘訣みたいに、やり方のコツを教えますみたいな感じなんだけれども、壊す方法ですよね。これは風呂でゴミを燃やすと壊れますよっていう注意だと思うんですけれども、秘訣みたいな感じで、なんか教えてる感じになっちゃってるっていうね、そういう広告でした。 100軒円でございます。懐かしいですね。札幌平岸天神山にありました。2006年に閉店したそうです。 こちらは札幌市、しのろ町でございます。この昔の住所の表記がね、しのろ町だけなんですよね。これだけ見てうまくいける人がどれぐらいいるんだろうかってね、非常に気になります。このペケレット公園は現在も存在して、夏シーズンだけジンギスカンを楽しむことができる施設となっております。今年ね、私行きたいなと思っております。 今年の道路整備ということで、1964年の道路整備の様子でございます。近年のこのシリーズを見ている方はわかると思うんですが、もともとは砂利道だらけで道路舗装をどんどん進めていっている状態ということでございます。学生帽販売の広告です。昔の中学生とかね、こういった帽子をかぶっていたから、その販売所ということになります。 これはたぬき工事4丁目にあった金物屋さんの広告です。先人の意思を受けてということで、同文化財保護委員会が中心になって、この度渦もれている記念碑、工作物、建物などを調べたところ、歴史的な価値のあるものが市内で180点も発見されました。 南区ミスマイの通行屋、ちゃんと保護されて今もありますね。さらに、ことに神社横のトンデ兵の施設。さらに、明治時代の学校で使用された教科書50冊。さらに、開拓当時の農機具だとか、ひなわ銃。こういったものを保護しようという、そういう動きがありました。 当時これらの貴重なものっていうのは野放し状態になっていて、所在が分からなくなってしまったり壊されたりする恐れもあったため、本当に貴重なものを保護しなければいけないというふうにね、立ち上がった素晴らしい人たちがいたということでございます。下のポロにニュータウンということで、こちらの写真をご覧ください。これ建設中というかね、開発中のエリア。このエリアの外側は本当に森だらけですね。 バスターミナルを作ります。京明ターミナル、南13条、西22丁目です、えー。どうやらトイレ、手洗い所、花壇、水銀灯なども取り付けられるようです。この京明ターミナルができると、京明線、京明西線、西20丁目線、南11条線、山花線の5つと乗り継ぎができますので、大変便利になります。とのことです。 さらに新古都にバスターミナルも作られます。900万円の工事費をかけ、市電麻布町の停留所の200メートル北寄りに作られます。夏を楽しく水遊びの注意ということで、着ているものとか持っているものが60年代っていう感じがしますね。 こんにちは、バンビちゃん。モイはドリームランドに最近要求上、これはアーチェリーです。ライフルコースが加わり、訪れる家族連れのお市民に喜ばれていますが、さらにまたゴルフ場と小じか園が仲間入りすることになりました。 モイワドリームランドとは何だと思った方が結構いると思うんですが、このモイワドリームランドというのは1960年に開館し、1978年に閉館した遊園地でございます。北海道初のジェットコースターだったり、あとはゴーカート、あとはなんだ、メリーゴーランドのような、そのぐるぐる回るような遊具なんかもたくさんありました。現在は土台しか残ってないっぽいですよね。その動画も今年作りたいなと思っております。 北海道銀行のビルが8月18日に完成しましたとのことで、この銅銀ビルは今年2024年の春以降に解体されることになっております。 琴と町ハッサムにある工業団地は、函館本線を挟んで、南側に木工団地、北側に鉄工団地があり、非常に広い団地でございます。このあたりはつい4、5年前まではサイロが点在した牧草地帯でしたが、一気に変わりましたよね、ということが書いてあります。 工場、従業員用の住宅、売店、工業高校などが立ち並び、文字通り活気あふれる工業の街に変わりましたとのことで、こういうグラフもありますよね。工業団地の生産の状況の様子でございます。新しい工場が次々とできていく様子、さらに周辺の道路の舗装を急ピッチで急いで作っている様子、さらに従業員用の給食センターの様子でございます。 札幌市の市町村期ができたのも1964年ということで、これが決定した市町村期ですよというのが公開されている時の様子でございます。将来の札幌の交通網ということで、こういう風になりますよという予定図が書いてあるんですが、非常にもう そのままですよね。高速鉄道である地下鉄が1971年に開通し、さらに環状通りなんかもできたというね、まあ予想通りになっているという話でございます。 三井のインスタントラーメンえ作っているのが南美梅ってことなんですが三井美梅炭鉱と関係あるのかなと思って見てました多分そうですよねダイヤのラーメンって書いてますが、まあ、黒いダイヤって呼ばれているのが石炭ですからねそれに関連付いた商品なのかもしれません丸山北町元町に城帳目がつきましたとのことで新しく 正目がついた様子でございます。元町の端っこの方と丸山の北側、中央卸売市場のあたりでございます。最初の方に少し出ましたが、私立体育館移転新築着工間近ということで、まあ完成予想図がこうやってありますけれども、まあほぼこのような形に仕上がりましたね。 議会だよりと言いまして札幌市民のこうしてほしいという意見が書いてあります。幌平橋の幅を広げてほしいというその意見があり、建設委員会で採択されました。まあ採択っていうのは良い意見として選び取ることという意味ですね。さらに北20条、北23条の間に児童公園を作ってほしいという意見が出ました。これも採択されたそうです。 中小企業観光と並んで農業の復興もお願いしますみたいなねそんな意見も出たんでしょうね札幌市建設6年計画とありますが昭和35年の時点1960年の時に町づくり10年計画という計画を作ったんですが5年経ってみて事業の実施率が60%を超えたということで予定していた 40%をはるかに上回る実績を上げることができたということで、まあ、工事とかがどん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 進んでいってるということを表しております。学校建築では中野島、月寒、北園、白石北郷地区に小学校が4校新築されるほか、小中学校合わせて44校、117教室の増改築が予定されております。学校が一気に増えますね。 ということで、札幌で何が起きたシリーズ、1964年バージョンでした。この中央体育館も2019年まであったんですけれども、すでに懐かしいですよね。あとは、もういドリームランドですが、そのドリームランドも非常に気になるところですよね。まあ、そんな感じでありがとうございました。